さあ因縁のオルタネイトバトル行きましょうか。これは楽しかった言うとるね。マッチリリーとのコンビ、うわ選ばせてくれんねや。せやね、まあまあ私から行きましょうか。とりあえず私から行きましょう。まあ、レベルは上がってっからね、一段。まあ、フェアウェイキープが大事かな。ドローは相変わらずのいかつさ。てかどんどんひどくなってくるな、やっぱ。飛距離伸ばしてくるとやっぱエグいっすね。コントロール多分どんどん効かんくなっていくな、これ。どこ打ってんの、これ。なんか行ってまわへん。ラフで止まったけど、これチャンス。え、嘘でしょ、嘘でしょ。もうなんでこんなことされなあかんの。俺のせいなん。まっすぐ打たんかったからってことなんかな。なんでこんな嫌がらせされなあかんねん、マジで。なんか悪いことしましたかね。ひどすぎる。こんななんぼ頑張っても無理やって。あんなんされたらフェアウェイから残り140とかですよ。あれを80で刻まれたらマジきついわ。パター、あーこれもう2打かかりよるかもしれん。それでも一緒か、結局これ絶対2打かかるもんな。まあボギーですよ。あ、入った。マッチやからね。実際 OB でやりまくりよった回があったのはあったんで、結局こいつらもうコンビ打ちやからね。実際問題そういうことでしょ。なんぼこっちが頑張ってもイカサマされたら終わりやからな。ちょっと打点をずらすことによってあれかな、ドローとかの調整ができんのかな。まあこういうことですよ。もう絶対に嫌がらせ来るから、それを承知でやるしかないっていうゲーム性なのか。できるはずですもんね、ほら。お友達これ打てんねんからさ。わあ、えらい跳ねたな。めちゃめちゃ跳ねた。お友達でもあれができるんでね。あかんぞマジで。大人をなめるんじゃない。こう、これ決めてくれっかな。ここはパターちゃうんや。うわうわ、さっきの跳ねてこれは跳ねへんのかい。出る気が全くしない。鬼のショットを連発されて、こっちリリーは全く正気のない顔。マジで言ってんのかこれ。いやーないしょ、とりあえず頼むわ。ほんまは1打目打たなあかんかったところなんすけどね。ちょっと風強いからな。あー出た、ウエストエリア。風強いんすよ。もうね、安全でいいと思う僕は。風を味方につけてわざと高い球上げて確実にフェアウェイを。
キープします。残り144ヤードフェアウェイ弱い。ウエストエリアからうまく打ってくるぞ。こいつはこいつはうまく打ってくる。ほら天才や、トンボちゃん並みの天才や。入れるしかない、マジで叩き込むしかないんです。くー、ずれた、打点がずれた。ドゥ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 、ナイスバーディー。やばい、ストロークの方がマシやった説やで。これミスりよったけど結果オーライになることが多いのがこの子やねん。よいしょ、そんなに大きなミスにはならない。こっちは結果オーライにもならない。え、ひどない、マジでこんなやつと。いやマジで、俺絶対悪ないわ。これメンタルにも影響があるんですよ、本当に。メンタルにもめちゃくちゃ悪影響やからな。いや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 、5アップ4アップ、これで。いやちょっと圧倒的や、やべえ、全く勝てる気がしない。どうしよう、いいところが一つもない。せめてフェアウェイ運んでくれ。距離はもうカスみたいなもんやろうけどね。リカバリーがもう不可能やって、これぐらいまで飛ばさないと多分、それでもフェアウェイには置けないかもしれないですね。そうっすよね。まあ、シャンクみたいなミスをしよる時もあるんですけどね。敵もまあ2オンは難しい。でもこれ3オンしてくれるほどの腕はおそらくない。1打ずつやっぱりこいつのミスで負けてく、そういう戦いなのか。え、ちょっとこれギブアップしますか、ストロークに戻そうかな。あ、スコア、コース全体とかいけんねや。カメラモード。あ、これいけんねや。設定、ミュージックオン、3D 画面オン。途中経過をセーブしますか？いや、ちょっと。一回やめましょう。いや、まずギブや。ドローなんや。ちょ、もう一回行かせてください。頭から行く。何が悪いねや。コントロールクラブにしてくる必要はないとは思う。もう一回同じ設定でいく。いや、ただもう開幕からひどいことが起こりすぎて僕のメンタルが持たない、あれでは。で、ストロークでいく。ストロークやったらまだチャンスを待てるかもしれないので、ストロークやったらただ18ホールまでいかなあかんってしんどさはあるんすけど、そのしんどさはあるけど、それを加味してももういや、あんなことされたら心が折れてしまう。
だからミスリョットホールはもう諦めると決めて、それでもその位置やったらバーディーとか取り返せる可能性あるから、向こうの OB とかを待てる可能性があるから、そう叩きしよるときに対象しても仕方がないから、頼むぞ。よし、真面目や、今回真面目や、よし真面目や、よし、これいいとこいった、ちょっとオーバーやけど、あ、真面目真面目、よかった。あぶね、でも OB 仕掛け、ミスれミスれ、こいつ真面目やわ、何も言わんでも真面目やわ。変なチップインとかもありましたもんね。ああいうのも なしやで、なしや言うね、怖っ。8ヤードしかないのか、ちょっと神経質になるな。よし、オッケー、決めんな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 、くうまい、こういうとこ決めてくんな。今のでも2打差ついてもおかしくなかったですけどね、2打差以上全然もっとついてもおかしくなかったけど、今のは僕が決めてしまったがゆえに入ったって感じかな。コンピューターまで疑い出してるよ私。よいしょ、でも調子上がってきた、いいプレーが出てたら調子上がってくるとか、そういう設定やとしたらチャンスある。セカンドは下手くそやからなあいつ。僕がこの180ヤードなら届きますから。破滅的な音がしている、ドローかかるからこれ無理やぞ。左目いっぱい曲げるか、よし、当たらんかった、よし、どれ、よし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 、これで寄せてはくれるから、パーは硬い、パーは硬い、タイマー硬い、オーバーか、よし、距離的には向こうの方が遠、あ、近いですけどね、うまい、待てや、2本連続チップイン、あかん、あかん、惜しい惜しい、惜しかったんや、何悪くないけど、いや褒めてあげよう、これでいいんですけどね、これでいいんですけど、いや必ずオーバースコアにはなるので、それはもうどちらもどこで耐えるかです。前回僕はまあ OB したからね、そういった代償を払った、それもやっぱコントロールできないとダメだ。まあ、ティーショット、本来アマチュアは一番難しいんですけど、ティーショットが一番優しい感じになっちゃってますね、結果的に。待てよ、マジで。これぐらい見て。特大のフックを打っていく、よし、ここまで届いた、意識して打ち込んでこい、ミスれ、よしよしよし、あ、ミスった、これがミスにならない、こいつうまいな、わざとなのか、やめてよ、変なチョロとかやめて、もうチップインでもいいねんぞ、お前、お前の連れめっちゃチップインやっとんねんからな。あ、うまい、入った、入っちゃった、耐えろ、今はもう絶対耐えないといけない、さっきは大差つけられてたね、ここの時点で、それはないんやから、
私がフィニッシュパッドばっかりやってんのがどうも気になりますけどね。おしバンク、おいしい、あかんが弱い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 、あかんあかんあかん、同じことなってるよ、超えろ超えろ。あー、バンカー鬼うまいからな。うまいけどね、まあ、風のこともあるし、これは上げてビタ止めでいこうか。集中、ちょうどいいんじゃないか。久しぶりのティーショット、私やらせてもらえるかな。決めてや決めてや、もうほんま決めてや、ナイスパー、よし、耐えて相手のボギーを引き出して私のティーショットをアホな位置に持っていったらアホなことしとるのよ。絶対それだけは避けないといけない。ドローがあんまりかからない。くぅ、しまった。フェードで相殺しようとしたら案外右に行ってしまった。距離は全然違いますけどね、まあ、かなり難しいショットになりますこれは。当たった、変なとこ入れ、おっしゃ、よし、悪くない、ちょっとオーバー気味やけど悪くない、よかった、ナイス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 、いやーナイス、2オンに成功。これほら、ミスショットがミスにならないやつや。うわ、激うま、ちょっとオーバーしましたけど、これを決めないといけない。これぐらいかね、もうちょい切れっかな。読みすぎた、おお、入れてくれ、強め強めな、強め、あかん、もう見当違いとこ向いてるわ、めちゃくちゃ下手や、えぐいゲーデルぐらい下手や、あいつ。これちょっと待って、マリオゴルフ GB のガンなんじゃないこのモード、えぐいって、鬼畜や、あかん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 、左曲がるで、もう木のとこ行く、もうちょっと行ってくれ、あかん、そこあかん、嫌なっしょ、8メーター当たらんか、ドローで打てば、よし抜けた、ドローが幸いした、よし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 、アプローチであれ以上むちゃくちゃにはならんでしょう。飛んでない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 、思いのほか飛んでない、なんかクラブミスや、あれや、たまに やらかしよるやつ、裏切られよった、トップスピン、こいつ裏切られよったぞ今。決めろ決めろ、くー、惜しい、あと任せろ、
弱い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 。よし。オッケー。よし。ツーストロークさ。だいぶリリーが落ち着いとる。リリーの中の鬼が落ち着いとる。よし。一個一個噛み締めていかなあかん。めちゃくちゃ怖いっすね。これプロテストちゃう？プロテスト並みの緊張感。残り224ヤード残す。向こうもでも同じことになるから、セカンドのプレッシャーがやばいな。ほぼ同じ位置。セカンド何で打ってきて、どういうショット打ってくるか。直ドラ。選択は直ドラのビタ止め。うまいね。届いてはいないものの、まあ、結局そうやもんね。だったら僕は3番ウッドパワータ。よし。よし。リリー、リリーお願い、バーディーお願い、マジでリリーってくれ、リリーってくれ、リリーってくれよ、頼む頼む、マジで。はあ、もう今からもう嫌やわ。靴下の子熱なってきた。くんな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 、リリーってくれよ、リリーってくれよ、頼む。これリリーってくれたらもうめっちゃいろ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 したる。無理、絶対無理、それ絶対無理なやつ。わかるぐらい外すのやめて。絶対付き合ってるやろ、その男と、飛ばし屋と。千原立つわ、マジで。リリー絶対フリントと不倫やわ。千原立つ。あかん、あかん。よしよし。いや、低い低い、球低い、球低い。ちょちょちょ、頼む。あ、これいい狙いやわ。あ、ショートちゃう？ちょっと弱いか。仲良しか。ミスがミスにならないやつ。ふぅ、ビタ止め。いや、僕もね、あのレベルで止めないとリリーは決めれないんですよ。あのレベルで止めないといけない、この辛さがあるんす。これではリリーには届かない、リリーの気持ちには届かない。辛すぎるでしょう、パターを全く入れてもらえないこの辛さ。勝負パッドをリリーに渡してはいけないんだ。せめてドラコンの経験値は取ろうか。これ真ん中の島狙えるやつですよね。風もフォローやし、ここは、あ、ちょっと待って、リリーや。そっか、リリーが最後じゃないんや。だから、ドラゴンとかも取れへんねや。そしてむちゃくちゃされんねや。もういつものことや。つらー、これ。いや、わかってるよ、もう。え、つらっ。これ右出るからこれ無理ですよ。こっち打つしかないか。こうとか。ベスポジやな。ベスポジ。届いた。えぐ、あそこから狙ってきやがった。えぐいな、あいつ。あかん、届かへんぞ、届かへんって。よかったー、バンカー、バンカーでよかった。もう水やったら最悪やった。これまだ3打目っすよね。
いやこいつやばい、ミスショットがミスにならへん、なんてプロだ。あーちょっと弱いかも。弱い。決めてくるバーディー。まあまあ、これで交代はしたな。嘘でしょ。怖っ。こいつマジやばいな。練習せえや、マジで。マジで練習せえ。セルフプレジャーばっかりしてんと練習せえ、マジで。ここは飛距離でアドバンテージ取りたい。よし、これでフェアウェイは確実やろ。よし、ベストポジや。ええとこですけどね、ええとこですけど、まあまだワンパットは難しい距離やね、8ヤード。まあ確かにリアルですよね。軽く打ったけど良さそうじゃない？これ良さそう、良さそう。リリーリリーナイス。あっ、エッジから決めるしかないってこと。よし、執念、執念のチップイン。そんな曲がらんやろ。よし、よし、ティーショット打たせてもらえると非常にチャンスが広がるな。わ、怖っ。風7、ニアピンホール。とりあえず水にだけつけんといてくれたらいいから。もうオーバーやけど、クソオーバーやけど、もういいわ。当たれ。もうここはパーでいいわ。てかパーも無理や。これをオッケーラインに乗せないとパーはでき、無理取れないんでね。こっからオッケーに寄せれるか。至難の技ですけど、まあやってみよう。よし、よし、怒りのチップイン。そらそうだろ、ナイスオンですけど。お前らが悪いんじゃないよ。怒りの炎に火をつけてん、このランボーの。令和によみがえったランボーに火をつけたんや、お前らは。このエイドリアンが今先打ちました。いや、リリーが先打ちました。うわ、飛距離差は圧倒的やな。おー、ナイスショーっすね。うわー、ナイスショーやね。ちょうどいいんじゃない？木も邪魔にならないキワキワですけど、まあ、私はこれはキワキにしなくてもいい状態になったので、球高く上げて風の影響をもろ使っていきます。ちょっとラフなんですけど、相当上げれば風に乗ってくれるかなと。よし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 、オッケー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 。リリーがよっぽど無茶しなければ次のパットでパーは取れると思います。あー、これ痛いよ、これ痛いな。バンカーまで行った。無茶せんといてよ、無茶せんといてよ。ナイスパット、ナイスパット、ナイスパット。オッケー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 、もうもうもうオッケーオッケー。家帰り、無茶さん。シェー、
という間にホール13まで来た。集中しすぎてもう。よし、ナイス。ストロークの方が良かったんかね。集中力が、リリーの集中力が続いてるね。こいつ今日はでも男の方が調子いいんですよね。ミスらないっすね。当然ドロー玉が、いや、やめようやめよう、こういうことやってミスったんや。ただどこ置いたところでリリーが打ちにくい場所っていうことに変わりはないんですよ。どこに置いてあげるのが正解なんだろうっていう。高い球でなるべくフェアウェイ。飛びすぎや。ただ気の影響はなくなった。セミラフあそこだと気は当たらないでしょ。変な音したぞ。あやった、あやった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 、あれやってやったわやったわやったぞ。動揺しろ。いやでも変なとこ浮いてる、打ってるもんな。あ、やった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 、こいつら。ここチャンスやぞ、リリー打ち抜け。嘘やろ。やっぱ金はもう取るな。金はもらっちゃってますね。弾当たらんかこれ。うん、どうせまあまあまあパッドになっても入らんから。おっとっとっと、うわこいつミスらんわ。いやこいつうまいな、マジで絶対ミスるよらへん。ミスやのにミスにならない。決めろ。ちょっと嫌な距離残さないでよ。ひどいな。ひどい、めっちゃひどい。なんか仕組まれてすぎてひどい。ミスショットなんやってん。こっち完璧にマネジメントしてやったのに。うん、これはうまい。風をうまく計算した。当たらないけど、だいぶだいぶそれましたね。わしポワンポワン言うとるがな。やこれどうしようもない。どないせい言うんじゃん。まあ曲げるしかないですね。いやもうこれ危なすぎるわ。これぐらいマージン取るか。左打てば多分大丈夫、当たらないと思うんですよ。いやこれが精一杯、もうナイスショットやと思います。これうまいのよね。ミスがミスにならないのよね。素晴らしい。あんだけ外したら打つならポイントいいんですけどね。ほら、あ、やった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 、入れ、入れ、おっさん出た、思わず。いいぞいいぞいいぞ、走った、よし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 。いやこれは棚ぼた。セカンドが良かった、セカンドが、これはセカンドが良かったです。気を抜くな。
3ストロークなんて1ホールで逆転するからな。こっちがダボ、向こうがパーでそれで終わりですから。よし、とにかくこっから4ホールオールパーでいく。3バーディー取られたら負けや。もうそれはもう認めよう。はい、1バーディー目。素晴らしすぎる。なんでこんなことなんのこれ。ほんまに。シャレだな、もう。2ストローク、これ入らんぞ。ほら、うわ、めっちゃ詰められた。マジでいきなり2ストローク詰められた。うわ、言ったとこでこの、あ、よかった、外してくれた。アホでよかった、まあ、これでも1ストロークなんですけどね。いや、狙いすぎた。パーでいいっつってていきなりボギーですもん。ミスを願うのはやっぱり難しい。1回でも同点やったら、ドロー。2回同点やったら勝ちと考えていこう。でバーディーは取られるもんと思って、相手からこう先に動いてくれるときはやっぱりいいっすよね。足を使ってくる。嘘でしょ、嘘でしょ。やはりバーディーは確約されているか。コンピューターに、コンピューターに愛されし男。風の影響をなくして同じ球を打つしかないですね。僕も同じ球を打ちましたよ。同じ球を打ちましたけど、結果はどうでしょう。こうなるよね。頼む。いや、俺はもうパーでいいよ。もうこれ相手がうまかったと。詰められて、あと2ホール同点でいいんですから。ただ一つほんまに分かったことがある。さっきとはスコアが全然違うんです。つまりこっちのスコアに合わせて、向こうもこっちのショットに合わせて調整をしてきてやがる。だから最終ホールまで絶対もつれる。この勝負はイカ様ですけど、もう仕方がない、受け入れるしかないっす。イライラさせられるのはもう承知や。最終ホールでいい出来のショットが打てるかどうかに全てがかかっているんです。よし、アプローチの距離まで運んだぞ。お前にできんのか。ここを寄せて多分プレッシャーかけてくるとは思うんですけどね。ミスれ、ミスれ、ミスらない。完璧なショット入るまである。怖っ、マジ怖いわこいつ。え、こっちだって、こっちだってわからんよ。入るまであるよ。プレッシャーかかるパットやな。これぐらい。また最終ホールや。また最終ホール。まあまあまあ、分かってたことやから。こんだけやってきてまたここか。
いや、これフェアウェイ外した。そうでもない、ミスがミスになっていない。インパクトは追ってるから距離だけのミスか。よし、セミラフですけど距離は稼いだ。さあどうなる、最後の勝負、悪球打ち、サミスター、お願い。よし、最後にリリー、ちょっと弱いですけど、セミラフ身をかけて、うわー、俺がこれを入れたらなんやけど、パターを使いたいですけどね。パター使ったらどこまで曲がるかが本当に読めないんですよ。集中していくしかないな。強い、よし、まあ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 、これ外してくれたら勝ちや。え、勝てないっすよこれ、マジで言ってんのかこれ。ケツの持ち玉に入れてみた。うわ、これキモンやわ、マジでキモンやわ。ドローねって毎回言いよるやん、ドローにするんちゃうんこれ。いや、これなんか久しぶりに難しいゲームに出会った感覚がある。背筋が凍るわ。次回もこいついきます。